どうも、のっちん TV です。ドラクエタクト、ドラクエ5イベントガチャが来ています。で、前回100連回したんですけども、結果の方はね、前回の動画見てみてください。で、前回ね、鬼コンボガチャだったんだよな。天空の鬼コンボだったんだけど、マジか。ということで今回はこちら、7万ジェム用意しました。前回3万ジェムだったんで10万ジェム用意しました。ちょっと10万ジェムぐらいないと、てか天井はあるけど、なんかないと同じだった。ということで早速引いていきたいと思います。引くガチャはね、ちょっとね、ビアンカは間違いなく引くんですけども、フローラガチャから行ってます。ということで200連目いきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、今回ね、3個ガチャあるからね。お、2枚目のスタンプ帳になったわ。3枚目になったら天井があるけど、行きたくないよ、そこまでは。お願いします。さて、弱いなー。あ、そうだ、タクトポイントあるけど、どうする。タクトポイントも混ぜてこっかな、途中でね。これは弱いよね。スキップ、あー、 A もあるんだ。で、ホークブリザードは速攻で貫突しそう。3つガチャあるし。だってもしさ、3人引くとしたらね、めっちゃ回すからな。 A ランク、まあ分けるのも微妙いか。分けるのは微妙いけど、なんだろうな、もうちょい増やしてほしかったな。絶対ホークブリザードは貫突しちゃうじゃん。さあ、あ、金3枚で、なんかね、今日のガチャからかわからないけど、これ個人的な感想だけど、なんかこの青いスライムでもちょっと期待が持てるようになった。分からんけどね、この天空の花嫁ガチャからそんな感じがしている。ほら、もう本突だよ。待って、今のところ誰も出てないのにホークブリザードだけは、うん、ごとつだよ。西岡すみこだよ。なんだよ、おい、マジか。聴覚してくれ、そういうより。いや、きついよね。てか、ホークブリザードは絶対に余ると思う。聴覚なし。チュララシュライム。A ランクがさ、10枚ぐらいで S に変えてほしい。もう30連なんだけど。早いなぁ。ちょっと50連目ぐらいでチケット挟もうかな。チケットは結構いいんだよな。お、あ、そうそう、こういうの、こういうの、ネジあるんじゃないの？ほら。ね？なんか、青スライムでも虹の期待が持てる。タクトの色の方が重要かもしれないっていう風に思う。なんか青スライム虹が多くなったと思うよ。ガチャの演出ちょっと変わったか。まあ、配数は変わってないと思うけどね。なんかね、そんな感じがする。これはまあね、単なる印象なんで、まあ言い切れないんだけど。個人的にはこの青スライムでも虹が来ます。さあ、お願いします。フローラ。フローラはもうね、なんかね、まあ今回、ブオーンのね、弱点つけるから強いと思うんだよね。そういうとこ、あるんですけど。どうすかね。さあ、出てくれ！ピックアップし、おい、メタルドラゴン、やっべえ。いや、恒例のメタルドラゴンさん。いや、洗礼があったわ。ありがとうございます。そっかー。いやー、200連で出ないぞ。100連の時も言ってたんだけどさ、天井、そういう300連っていうのを設けたら、天井行く説あると思います。いや、あるんじゃないの？待ってね、次また多分動画もし当たんなかったらね、あげるんで、どうなるかはちょっと読めないけど、やばいっすよこれ。はい、これは悪くはないぞ。虹持ってこい。ないね。いや、ベースは昇格あるよ。あるでしょ。ピキン、ないかー。いや、待て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 。っていうか、3種類入ってるはずだよね、一応。その、ピックアップの確率になってないけど。3人いるはずなんだけど、1人も来ない件について。え？普通メタルドラゴンとかさ、鬼コンボばっかだしね。さあ。弱いよ。いや、これはさすがに弱い。が？金が3つ。金からの昇格はなし。
ないか。君よ、ヤホークブリザード絶対やまる、絶対やまるっていうかもう貫突した。さあ昇格はないか。スキップ。んー、マジか。ギガンテスガチャになってる。ちょっと待って、チケッツ行くわ。なんかチケットの方が単発良かったまであるからな。アクトポイント、今回フローラ、これ乱数調整の5枚でいくわ。よく引きますね。はい、ここで出ればまあまあ、あっちいけど、はい、弱い金か。弱いけど金なんだよな。うっす。2調整してこい。ここでベース出た時点でかなり熱い気するけどな。スライムは弱い。3枚目、うん、やっぱ強いのはやっぱ演出出ないな。よし、これで乱数調整されただろう。4枚目、あ、弱いな。さあラストチケット、よし10連に戻るぞーって言っても、これ天井まで行ったらマジで9万だからな。5凸で6 50万ゲーム、え、出なかったわー。戻るかゲームに。ほい、数十万ジェム一瞬で解ける剣について。ちょっと待って、200連0枚にか。あれなんか戻ったよね。ベースは期待できるよ。ゲリオン、デスピサロらへんマジで普通に出たんだよね。なんかガチャはね、後半に引くことをおすすめします。できってから全部が。それだとでも接待イベントがないからな、きついっていうのはあるけどな。ないか。ベース A 昇格、あれ、え、今んとここれ200連目なんですけど、単なる闇ですね。単なる闇。いや、ちょっと2021年は闇ガチャやりたくないんだよな。どう、虹持ってきてくれ。やっべ、なんか天井に向かっていってませんか、あなた。さて昇格はピキーン、ない。おお、あれ、ちょっと待って、メタルドラゴンしか出てなくない。メタルドラゴンしか出てなくない。3万円のメタルドラゴン、やべえっすよ。闇が終わってなかったのか。いやー、ちょっとな、すぐパッと出てもらってさ、ちょっとコンプリートしたいんだけどな。やばいな、これも色が弱いし、ピキンなし。スキップします。ぽい。うわ、え、メタドラのみですね、確定枠抜かして。そんなことある、メタドラ高いな。よっしゃー、よしよしよし。いやでもほら、4匹のこの青スライムでもいけるよ。よし頑張ってくれフローラ、5枚抜きしろ。さあ二次確定枠、でっ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 ん、フローラで頼む、マジで。今回3個あるからガチャが、頼むって、マジでフローラで頼むって、お願いします、頼む。なんでだよ。は、メタルドラゴンガチャじゃねえか。おい、いやーこれきついな。よかった、動画には高評価してってくれ。なんか、うん、ピックアップしてないっすね。メタルドラゴンピックアップじゃねえか。今回メタルドラゴン2枚抜きなんだよね。え、これが嫁、俺の、これが俺の嫁か。
ということでね、スラン確定枠いきたいと思います。チャンネル登録高評価まだの方はよろしくお願いします。さあほら天井見えてきちゃった。ここで来るかな、1枚ぐらい。他のさ、やつ入ってんじゃないっけな。うわ、弱い。え？あ、ってことは1枚か。なるほど。昇格はなしかな。あー、頼むって。いやー、あとはビアンカとかでもいいからな。入ってるはずなんだけど。後で確率見てみよう。あー、おっしゃった。イカだったー。はー、天空の花嫁入ってないんだが。